NHK は昨日北朝鮮のミサイル発射で J アラートが作動したという誤報を流しました。原因は操作ミスでした。NHK は昨日午後6時55分、スマートフォンの防災アプリやニュースサイトで北朝鮮ミサイル発射の模様、J アラートなどという速報を流しました。その5分後には速報は誤りでしたと訂正し。 午後7時のテレビのニュースで謝罪しました。別のニュースを配信しようとして捜査を誤ったということです。NHK は誤った情報を流し申し訳ありませんでしたとコメントしています。